かおりんちゃん用のベッドですね、夏用のベッドですね、を一旦ここに入れてみます。後でテープできっちり留めましょう。どうかな、異物のように感じるかもしれないけどね。はい、朝起きたらですね、ジャン君とポンちゃんがこの中で寝ていましたが、あの2人の匂いがついちゃいましたけど、かおりんさんどうぞ使ってくださいね。そしてですね、かおりんちゃんはトイレの掃除の時にここの位置から移動しないですね。結構な度胸です。はいはい、うーもさっきは言わなかったくせに。ちょっと一回お掃除したいな、かおりんさん。ちょっと開けてもいいかな。ごめんね、そこもどかしたいので上に遊びに来てくれる。はいはい、はい、3階に行ったところ、え、何ってなってるはずです。どうでしょうか、チェックしているでしょうか。ちょっと下から見てるからわかんないんだけどね。さあ、じゃあこれも、もう綿みたいに毛がいっぱい。いや、プラスチックの部分だから大丈夫なんだけど、これだけ抜けるんだったらちょっとブラシ早くしたいな。
りましたでしょうか。カーリンちゃんにはだいぶ大きいね。いい感じかな。良さそうだね。はい。はい、すごいね。はい、カーリンちゃん。はい。はい。あとこうカリカリを全部食べなかったね、カーリンね。どうぞ。食べてね。どうぞ。はい。はい。すごいシャーって言っときながら舐める。はい。はい。あら、おいしいねー。おいしいの入ってるんだよ。どうぞ。どこだよ。ここだよ。どうぞ。はい。どうぞねー。はい。はい。おいしいなのねー。はい。どうぞ。はい。どうぞ。アンズちゃんごはん。アンズちゃん、この珍しいちゃん。アンズちゃん。アンズちゃん、アイドルとこしりしり来ないの珍しいちゃん。はいはいはい。初めてかも。そうそう。うんうん、朝ちょっと遊んだしね。眠くなっちゃったね。うん。アンズちゃんごはんだよ。ご飯の用意できましたけど。泣いたの？はい、あそこで置いてあげてください。はい。これも一応ね。どうぞ。シンくんとパンちゃんもね。ご飯食べよう。いいね。アンズちゃんが一番。なんか優遇されてる気がするよ。アンズちゃん、ご寝得ですか。はい、ワンちゃん。ジャン君、押され気味。じゃんくん、またちょっと買い足しとこうって思ったんだけど、こんな新しいのが出てたから、ぽちゃん、うん、これも試してみようね。にゃんこ学園、にゃんこ学園です。猫用スナック、なんかぽんちゃん用のおやつだよ。ぽんちゃんにだってさ、にゃんこも食べるよね。ポンちゃん、このちょっとだけトッピングが好きなんだね。ポンちゃん、はい、ポンちゃん来た。うん、ただね、ポンちゃんいつものやつが好きなんだね。うん、背中背中。
はい。カリカリの音がし始めたからちょっと興奮してるね。ご飯の音がするね。もうすぐご飯もらえるよ。ご飯かと思ったみたいよ。さあ、はい。それで遊びたいのかな。はい、どうぞ。こっちが面白いぞ。あら、うん、はい、はい、いいね。はい、そんなに怒らなくてもいいのよ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、おいちよ、おいちよ、ほら、おいちよ、おいしいな。おいで、おいで、おりどうぞ。はい、閉めますよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あれ、ここのやつがない。ここそれが下のだね、うん、でもなかったかも、もしかしたら。あ、そう、うん、よいしょ。じゃあ一つ出そうか、うん、行っちゃったのかな。後で出ちゃう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。お食べください。うん、よく、おいしいですか。